それじゃ、おやすみなさい。あ、うん。司ちゃんからキスしてきたの初めてかも。どうしたんだろう。気のせいかもしれないけど、今夜は少し積極的な気が。ねえ、旦那様。今日は、そっちのお布団にお邪魔してもいい？あ、うん。どうぞ。じゃあ、お邪魔します。本当にどうしたんだろう。今日はいつもクールなお嫁さんがなんだかすっごく甘えてくる。これはまさか離れ離れが寂しかったとか。でもほんの一日くらいだよ。それなのにそんな可愛い一面があるの。お休みのキス、まだマサ君からしてもらってない。僕からキスしてほしいの？うん。今日は一日旦那様と離れ離れだったから、もう少し、甘やかされたい。うわぁ、破壊力！僕も、司ちゃんと離れ離れで寂しかったよ。どれくらい？これくらい。時間は深夜4時。アリス川のみんなも爆睡中。これはひょっとするとチャンスなのでは。僕たちは夫婦だし、別に気兼ねすることは。旦那様、ギュッてしてほしい。司ちゃんは本当に可愛いよ。大好き。